はい、アミノサルスの崎村です。今日はですね、正しいジョギングと、LSD の仕方について、ご説明させていただきたいと思います。まあ、ジョギングですけども、まあ、基本的に息がね、乱れないペースで走ることがジョギングって言われてます。基本的にこの基礎能力を上げることなので、そもそもですね、最初からダッシュで走る方なんかいなくて、やっぱり最初筋肉をほぐしながら、体をこうリラックスさせながら、息も整えながら走ること、これがジョギングという考え方でいいと思います。ジョギングをせずですね、いきなりこうハードな負荷のかかる練習しちゃうと、本当筋肉にも良くないし、まず1キロか2キロはね、ジョギングペースからハードな練習にしていただくっていうのが、基本的な練習方法ではないかと思ってます。で、あとはですね、ハードな練習をずっと積み重ねてる、その休む日にジョギングだけするっていうこともすごい効果的で、まあ、それは固まってる筋肉を、毛細血管を開くためにゆっくり走り続けること、LSD って後から説明するんですけども、まあ、それとほとんど、まあ、変わらないんですけど、5キロぐらいをですね、ゆっくり走って固まってる筋肉をほぐしながら走る、これもジョギングとして、すごい効果的なんで、ぜひ取り入れていただければ、いいかなと思います。で、LSD ってね、皆さんよく聞かれると思うんですけども、ロングスローディスタンス、まあ、まさにその名前の通りで、ゆっくり時間をかけて走ること、それが LSD です。まあ、これはさっきも同様で、まあ、体の負荷を軽減する役目もありますし、長距離をそのゆっくり走ることで、体脂肪をね、すごい燃やすという効果がすごいこう取り出されているので、これは大会前で減量したい方とかは、ね、1時間以上、約2時間ぐらいですね、1キロ、そうですね、6分から7分ぐらいでゆっくり走り続けることを目的とした練習を取り入れていただくと、ものすごくいい練習になります。まあ、フルマラソン3時間以内で走る、まあ、2時間半ので走る方とかやったら、大体これ取り入れてる方が多いです。まあ、本当にね、合う合わないあるんで、基本的にやった方がいいんじゃないかなとは僕は思うんですけど、それをやることでね、結構体疲れてちゃんとした練習取り組めないっていう人ももちろんいるんで、一回ねやってみてからで、まあ、体もねしっかり、体脂肪を落としたい方はその LSD を取り入れて、いただきながらですね、大会に向けてしっかり準備を整えていただければいいんじゃないかなと、こういうふうに思います。はい、ということで、ジョギングは、息が乱れないペースで、まあ、言えば練習の前に取り入れることで、 LSD は体脂肪を燃やすためにロングスローディスタンス、ゆっくりどんだけ走るかということを目的とした走り方になるんで、ぜひね、両方ともしっかり取り入れていただきながら、フルマラソンのね、大会で結果出していただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今のお話の中で良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドとコメントよろしくお願いします。ありがとうございます。